学校の教員時代に授業中に朗読され、生徒に感銘を与えた作品である。うさぎの子のホモイは、ある日、川で溺れかけている、ひばりの子を助け、そのお礼として、ひばりの親から、自分たちの王からの贈り物という、会の日という報酬を渡される。ホモイの父によると、この会の日は、一生持ち通したものは、今までに取りに二人 魚に一人しかいないという宝であり、父は、ホモイに気をつけて、光をなくさないようにと悟す。翌日、外に出かけたホモイは出会った動物たちから、大変な敬意を払われるようになり戸惑う。ホモイの母親はそれは、ホモイ狩りいっぱいになったからだと話した。自分が、偉い人になったのだと知って、嬉しくなったホモイは、次の日から、周りの動物たちに、いろんな命令を下すようになる。 そんな中、偶然、今まで自分に、意地悪をしてきた狐が、自分に頭を下げるのを見たホモイは彼を、自分の家来にするが、狐はやがて、ホモイに取り入ろうとするようになり、ホモイ自身も徐々に慢心するようになっていく。そんなホモイの様子を見た父親は、狐に気をつけろと忠告するが、それでもホモイは、たびたび狐の言葉に乗ってしまいそうになる。次第に、 狐の態度が存在になり、ホモイが狐に脅されて悪事に加担したとき、貝の火は濁り始め、ついには、報酬の中の火が消えてしまう。ホモイと父親は狐の企みを食い止めるが、カの火は開くだけ、ホモイは失明してしまった。そんなホモイを父親は、こんなことは、どこにもあるのだ。それをよくわかった。お前は、一番幸いなのだ。目はきっとまた良くなる。 お父さんがよくしてやるから、と慰めるのだった。貝の火の指輪街の人は、本来タンパク石のことを指す。高級なタンパク石は、妖艶な夕食を放つ美しい宝石だが、非常に、不安定でもろく、取り扱いの厄介な鉱物である。ひとたび得た名声や、権威の脆さを、タンパク石になぞらえた作品である。賢治の動画作品の中では、使用した。 原稿用紙や筆記用具、筆跡等の分析から比較的に初期に書かれた作品と推定されている。ケンジはこの作品を因果律の中で満身を持った者が転落するというモチーフで描いた。原稿の表紙には、吉チ,チ教会という四つの漢字を円環状に繋いだものが描かれており、ケンジの発想の源を垣間見ることができる。ケンジは亡くなる約半年前に、 親友の森宗一に送った書簡にも同じ図柄を描き、みんなが基地だと思っている時はすでにケチへ入っていて、もう逆行は容易でなく、今日を悲しむ時すでに会に属し、明日の清楚順情な福徳を訳するという科学的にもとてもいいと思います。願って常に教会の間に身を所するものは花肌自在であると思ったりします。という説明を加えている。 その一方で、原稿には、会の非意味をなさず帰って県政の意を表す、放課ならん、因果律を露骨ならしむるなという書き込みも残されている。上記の通り、生前に観光物に発表されることはなかったが、花巻農学校の教員時代に授業で本作を朗読したところ、内容に感銘した生徒一名が原稿を持ち帰って筆写したという逸話がある。事の意図とは別に、 本作は人権啓蒙などの意味を込めて音楽付き朗読公演や人形劇などに用いられて長年演じられている。ちなみに作中でホモイの父親がホモイが狐からもらってきたパンを見てそれが盗品だと気づきこんなものを俺は食べないと宣言しパンを踏みにじるという場面があるがその翌日の食事の場面でホモイの父親がなぜか 食べるのを絶対に拒否すると宣言したはずのパンを食べているという矛盾した部分があり、この部分は研究の対象として文学者の間で取り上げられることがある。AB、広本、宮沢賢治全集第14巻畜麻処防、1977年、P552 この生徒は、及川留吉である。 福田留吉は戦後森岡市で福田パンを創業した福田パン物語創業者と宮沢賢治の出会い。朝日新聞。https www. 朝日 .com アーティクルズエーズムズ 32GQ マザブ004 HTML2020 年12月13日閲覧。ありがとうございます。